井原ラ文フは日本のテレビドラマプロデューサー。テレビ朝日役員待遇総合編成局ドラマ制作部エグゼクティブプロデューサー。東京大学仏文化卒業。主にテレビドラマを担当。1980年代後半頃からプロデューサーを担当し、1998年頃からチーフプロデューサーを担当。また企画や制作も担当することもある。 2007年6月27日まで編成制作局制作二部長。2012年6月30日まで編成制作局局次長兼制作2部チーフプロデューサー。2012年7月1日より編成制作局制作2部エグゼクティブプロデューサー。2013年6月27日付で役員待遇に昇格。 2014年7月1日より総合編成局に解消。2004年に社団法人日本映画テレビプロデューサー協会のエランドール賞のプロデューサー賞を受賞する。1998年に発売されたゲームソフトサウンドノベル街町マイナスに木ブクロローという名前のキャラクターが登場する。これはこのゲームの原作者であり、いガラシと長年組んで仕事をしている。 長坂秀香が自らをモデルにした、テレビドラマ脚本家のキャラクターと長く組んでいる、プロデューサーという役柄で、五十嵐文夫がモデルであると明言されている。またこのゲームのスピンオフテレビドラマ、透明少女エアでも五十嵐がプロデューサーを務めている。トリックのノベライズ本では、五十嵐文造警部補という人物が登場する。制作会社。 メディアミックスジャパンの非常勤取締役も務めている。ありがとうございます。